こんばんは。こんばんは。デイさんキャンディー、ありがとう。ありがとういっぱい。皆さん、ふうくん、ハッピーハロウィンありがとう。ライオンさん、キャン、なんだっけ、かぼちゃ、ありがとう。皆さん。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。カドラさん、小さなきありがとう。トポンさん、タワーだ、ごめん、ありがとう。え、どうしよう。じゃあちょっと見て。来ました、来たよ。結局懐かしのライド服を着ました。待って待ってよ、ストパンさん、ストパンさんのタワーを先に書いてから。キョンシータワー、私はちょっとギフト読めないんだけど、キョンシー書こう。なんかハロウィンなのに何もしないのはもったいないなと思いましてですね、メールではコスプレをしないって言ったんですけど、しました、させてください。めっちゃさ、久々にね来たんだよね、これ。すると思ってました？本当に？でも今日はねストレートなので、そう、前はね巻き巻きしてたけどストレートないよね。巻こうかな、どうする？そう、しないしないは振りなので。ソポンさん、キョンシータワーありがとう。ありがとう、お菓子ください。すっき、ありがとう。大人ば、ほんと私服です。なんか巻かない方がさ、なんか大人っぽく見えるのかな、髪の毛。いや、髪の毛巻いた方が大人っぽく見えるのかと思ったら、けど、トムさんありがとう。キャンディーありがとう、おかゆくんありがとう。おかえりなさいませ、ストポンさん。お疲れ様でした、ありがとうございました。ありがとうございました。誰だ誰だ誰だ。はい、お疲れ様です。ということで、あの、そうなんですよね、お父さんに、お父さんに今日これでなんかご飯食べてて、下でね、で下行ったんですよ。下行ってこうやってねやったの、来てたら、え、今日なんかあったっけ、大丈夫って聞かれた。安部さんハートありがとう。そうだ、皆さん今日はお話会もありがとうございました。お話会楽しかった。そう、これどうやってつけるのが正解なんだろう、こういうこと。ちょっとさ、でかいんですよね。合ってる？
森さんハートありがとう。このマイさんかわいいありがとう。みやびさんキャンディー今日行けなくなっちゃってそうちょっとねトップしてたよ悲しかった。あっちゃさんかわいいありがとう。そうかきかきみです。やばい本当前浜の思い出せんのよね。かわいい本当キッチンさん似合うありがとう。みんな褒めていただきありがとうございます。そう特にねなんかやることがないんですけどコスプレしちゃったみたいなノリなんだってノリです。トコさんかわいいゆうかハートありがとう。そう今日初めましての方もすごい多かったし、そう来なかった人はねわかる悲しかったちょっとなんか次へ次へ押してもそう永遠に次へなんです。リーさんかわいい小太郎さんかわいいカレッジさんかわいいありがとう。そうでもねどうしようなんか血とかつけるハロウィンっぽくなんかハロウィンではないですよね。何なんだろうハロウィンじゃなくないこれ。めっちゃ素で笑ってたよ。いやめっちゃ一番うるさい自信あったぐらいうるさかったと思う。あ今日朝笑った話をしたいよね。なんか髪もねツインテールとかもやろう。なんか全然さもう着替えなんかギリギリになってあ脱いだ服にしようと思ってした。やだんさんあらありがとう。なんか平常運転でやらせていただきます。ツインテールもできるしハーフツインもできる。そうだモアリップ買ったんですよ。謎報告するけどチキオさんハート。メイドさん多い今日多いのかな。セガスピリットさんハートありがとう。ナミンゴさんかわいいありがとう。フックンキャンディーちょっと髪がね寝落ち寸前だった今日。危なくパフェ食べて甘い気分でいそうでした。高めはしないね。どれぐらいがいいかな。そう寒いからね途中でもう上を着る予定でございますので皆さん最初に来たのがラッキーって思っていただきましょう。うん月のしずくさんキャンディーお菓子ありがとう。ヤギさんかぼちゃありがとう。あプリン食べた。あちなみに年齢言っときます。初めて来た方私の年齢18歳なんです。高校生ではございません。えこの位置で合ってる。ちょっとね難しいんだ。ハクリンさんキャンディーお菓子ありがとう。騙されないで。花地さんかわいい。ありがとう。みんな騙されないでね。なんか今日メイド服着ないって言ってたんですよ。なんか着るのってみなみさんとか言われてたりしてたけど着ないですって言ったけど結局着ちゃいました。今日何歳に見えますか。あれダメだ。ほみさんかぼちゃありがとう。ただね画面見ながら突っ込んでくださってると思う。みなみさんにハ歳は無理でしょ。 13? ちょっと前髪がね巻きが取れたよね。どうしようちょっとテロップに米印18歳です。れいかちゃんからかわいいかわいい連絡が来たよ。
今日会えんかったねっていう。カジさんキャンお菓子ありがとう。あちさんお菓子ありがとう。暗いよね画面、気のせいかな、画面が暗い気がする。どうやってさ画面明るくするんでしたっけ。クリマスさんお菓子、レイさんお菓子、フーくんお菓子、だるま、ありがとう。ももかさんお菓子じゃない、だるま、ダダさんかわいい、ありがとう。ほみさんお菓子、ふめんごさんかわいい、ありがとう。いけてる？リスコさんハート、ももかさんかぼちゃ、トポンさんお菓子、小太郎さんお菓子、しんさんお菓子、マサさんお菓子、安部さんかぼちゃ、コロナさん小さい雪、ありがとうございます。これ部屋着です。今日お話し会で着ないのって言われて着れないのって思った。クリマスさんかわいい、安彦さんお菓子、ちょっとねツインテールだと分かりにくいね。なんかさ猫耳とかないんかな、猫耳探したいな。あトナカイしかいない。え季節ぐしゃぐしゃにするけどいいですか。今日本館見るってそれユリナにも言われたけど見ないです。メイド服かありがとう。カチューシャゴージャスだよね。猫耳ないよね。お菓子くれなきゃいたずらするぞ。はい FTU のアバターもらった。そういうのも欲しい。猫は隣にいるんですよ。あそう福田さんにもね、いやいやメイド、メイドじゃない、コスプレしないんですよねって言ったんですよ。そう、いやいや猫を見せていけばいいんだよ、ショールームで猫を見せたらいいんだよって言われた。トリート。ラッキーさん似合う。ありがとう。何歳なん？冷静に突っ込みたくなるんだけど。ちょっと待ってよ。なんかね、ヤヨが持ってるのがね、あ、そう、今日はね、皆さんストッキングです。あ、じゃあ順番に見せるね。このちょっとシワシワの白のエプロン、ここね、リボンなんです。可愛くない？で、なんか黒のメイド服は結構あるけど茶色ってあまり見ないじゃん、だから茶色にしたい、ヤヨは。あの、みんなとは違うんだっていうので、ここはくしゃくしゃになってるんですけど、こんな感じで、後ろは適当です。見ない、見えないから、そう見えないから。そう、あちさんかわいい、小太郎さんかわいい、小太郎さんかわいい、安部さんかわいい、ありがとう。2杯がなかったんよね、気をと2杯にする予定だったんですよ、なくって結局これです。楽しいね。え、押してください。嬉しい。押して。ハッピーハロウィン。これはカープのスライディ。3枠の話し会疲れてない。なんかね、前まで1時間だけとかしかなかったからすごい寂しかったんだけど、結構長い時間できて嬉しかった。なんか頑張ろうって思いました。小太郎さんお菓子ありがとう。これはスライディです。知っとる？みんなスライリーだーって。こういうポケモンいた？リコちゃんみたい。本当？
いや、リコちゃんの服見て今日朝めちゃめちゃ上がったよね。そう、ヤスヤさん可愛い、自由の女神、怪獣、またね、トナカイ、あ、なんかメイドカフェにいるなんかトナカイ、あのクリスマスに出勤の設定ね、設定メイドさん、なっちゃさんめっちゃ可愛い、なるかわいい、かわいい、さんハート、地味ハロウィン、あ、地味ハロウィンだ、地味ハロウィンしてる、スポンさんかわいい、心ましさんかわいい、ありがとう。皆さんクリスマスも来てるんですか。マッサッサさんかわいい、タッキーさんかわいい、マコトさんかわいい、トシさんお菓子、クリマさんかわいい、ありがとう。え、これ私服ですよ皆さん。そう、ナミヨンゴさんお菓子ありがとう、みんなお菓子ありがとう。なんだかんだでかわいいぞって、なんだかんだいらないからね。ゆっちゃんかわいい、ありがとう。普通にかねえねえ。わ、来てくれてありがとう。ももかさんかわいい、ありがとう。嘘だよ、いやこれマジで1、2ヶ月ぶりに来たは嘘だよ。ももさんかわいい、ありがとう。ラストうさぎです、猫使いたかったの。かわいい、ほぼ見えんけど、え、絶対外出れない、え、これウィさん似合う、ありがとう、ありがとう、ウィさんかわいい、ありがとう。どうしよう、ヤウが今日かわいいって言われるためだけの配信みたいになってるけど大丈夫。皆さんのハロウィンナンバーワン誰でしたか。ややちゃん、あ、なるほど、クリマさんかわいい、タナさんかわいい、ありがとう。ややがかわいいって言われたいだけの配信みたいになってる。ヨホちゃん、ヨホちゃん、ヤスヤさんかわいい、ありがとう。みんなめっちゃ普通にあれじゃないですか、ヤヨじゃないじゃないですか、矢野さんとか滝野さんとか。ハロウィンメイクってどうやったらできるんですか。ハロウィンメイクさ、してみたいな、ヤヨ。あれ、メイクポーチとかやったっけ。じゃあちょっとハーフチームやっとこ、皆さんのナンバーワンがヤヨって、皆さん正直すぎん。あ、そこは皆さん忖度って言葉をご存知ですか。皆さん忖度って言葉知らないのかな。忖度っていうのは、あの相手をね、おだてるんですよ。おだててたらいいの、ただ喜ぶから。そう、知ってた。そう、おだててたらいいんです。あれ違うの、そんな意味じゃないの。え、そんな意味じゃないの、嘘。え、そう、忖度ってさ、相手をさ、あれなんじゃない。え、待って待って、嘘え、はって、は嘘いや、忖度さ、ずっとさ、あれだと思ってた。待って、わかんない、いいよ、わかんなくていいんだよ、なんかわかんないぐらいがちょうどいいんですよ、何に対しても。そう、何、相手を立てるみたいな感じだよね、忖度って。
なんだろう、わかんない日本語難しい。ゆうちゃんカラオケやらないね。あ、朝笑った話はね、リコちゃんの服に笑った。いやめっちゃびっくりした、朝から衝撃が走りました。リコちゃんもうね、ハッピーハロウィン、なんかテーマ、なんか服にテーマを決めるなら何って言われたらハッピーハロウィンって言えるぐらいでした。さとしやさん、かぼちゃ、あ、かぼちゃ10個、あれとびっきりかわいい服してください。え、かぼちゃって、ごめん、またちょっと危ない、値段を言おうとしたんだけど。ダダダさん、かわいい、コロマリさん、かわいい、クリマリさん、かわいい、ありがとう、マユキさん、ハート、ありがとう。あ、かぼちゃだ、トシヤさん、かぼ、あれトシヤさんだったっけ、トシヤさんだ、かぼちゃだ、かぼちゃ、お値段ごめんごめん、カオケまですごい、ちょっとボードに書かせていただきます。金貨100枚だね、間違えた、金貨1000枚だ、金貨1000枚金貨1000枚だね、これはセーフ。かぼちゃ2種類あるの？え、わかんない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 、どのかぼちゃが金貨1000枚ですかこんばんは、ももかさん、だるまありがきるんって感じ。あ、そういうこと、間違えちゃった、ありがとう金貨ごめん、分かんなくなっちゃうんだ、教えてくださいなダメだよ、ごめん、つたまさん、つたまさん、ありがとうありがとう、わざわざ送らないでいいんだよかぼちゃ、リーさんもかぼちゃ、ありがとう、そうだね、ダメだね、金貨なんて言い方はしない方がいいんだよ。今気づいた。ごめん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 なさい。キャンディー、ありがとう。ハロウィンって何をするものですか？急にごめん。ハロウィンって何をするものなんだろう。あ、やすめさん、かおちゃんありがとう。なんか収穫祝うお祭りですよね、わかんないんだけど何したらいいんだろう。あ、ゆりなにね、ゆりな、いや着るか迷ってるんよねみたいな、コスプレするか迷ってるみたいな言ってた、ゆりなも迷ってるんよって言われて、え、何着るんって言われて、えはメイド服かなって言ったら、ゆりなもメイド服、愛だね。下がどんなやつ？でもね、普通にただのエプロンですよ。なんかご主人様って感じの服してる。ちょっとシワ。シワ。ももかさん、ハート。ありがとう。みんなさ、ハーフツインとさ、どれが好き？それ仲いいんよ。今日はジャージを履いておりません。いて。高めツインもやってみたい。あ、巻き髪にすることもできるけどさ、どうしよう、前さ巻き髪したんですよ、だからストレートでもいいかなって思っちゃったんよね、痛い痛い、明日から見る、本当にそうだ、明日は取り時だ、取り時、しかもちょうど、あ、でも今日、明日か、明日にね、ハロウィン、これのあれが来る、あれが来ますね、
いけますね。髪の毛ちょっと抜けちゃった。取り時ごめん。レイさん回復薬。いてダメだダメだ。もう最近そう。いてそうでも後でメールがあと3、4通来るよ。今からショールーム終わった後に送るから3、4通。いて来ます。どの髪型がいいんだろう、わかんねえ。どうなんだろう、どっちもかけてたっけ最初。今月からやちゃん撮ってみたけどよかったから、ありがとう。あつさんかわいい、なのさんハート、ありがとう。来月も5通以上絶対来るよ。としやさんバラ、ありがとう。おろし最強。ストッパーさんお菓子ありがとう。あ、200通以上来てたの。嘘だ、そんなことだっけ。カチューシャみたいなのないの。フーク、お菓子ありがとう。これしかない。かわいいで泣いてくれてる。本当にハート、ありがとう。なんか恥ずかしかったらもう10分でやめようって思ってたんですよ、これ服着るの。もうなんか慣れちゃった。慣れちゃった。もう早くない、浸透したよ家の中で。もうこのメイド服、私服です。外出れないけど、ちょっと出れないな、頑張っても出れないかも。ももかさんハート、でも1週間ぐらい使ってたら外で出るようになるかもしれない。これしかないんだけど、どうする。そう、ちなみに18歳です。大丈夫、18歳でもコスプレはしてもいい。なんだっけ、ハートハートハート、ありがとう。出ないよ、今日はまだね、勇気が出ないです。フックめっちゃ可愛い、ありがとう。スクショポーズ何にしようかな。なんかさ、メイドさんっぽいのがいいな。なんか書いてからやろう。前さ、なんかボードにオムライスみたいなの書いたんですよ。だから次の何しようかな。あ、じゃあ絶対に喋らないですけど文字で書きますね。あ、漢字が分かんないんだけど、待って、分かんない、漢字が分かんない。やってるかな、ちょっと違ったら突っ込んでください。え、分かんない、え、分かんないんだけど、え、待って、絶対違う、待って、なんか何かが違うけど、もう分かんないからいいや。え、なんか違くない、なんかさ、大丈夫かな、大丈夫か、はい、答え合わせ、はい、違う、何もないです。オッケー、分かった。ここが鬼なんだね。え、待って、鬼、なんか惜しい、なんか惜しくない、鬼、ちょっと待ってよ。
スクショタイム。わかんない。終わり。まちゃん可愛い。ありがとう。そう、魔法って普段書かないからね。しょうがない。鬼とかも書かないから。ほのかさん、ハート。ありがとう。ちょっと前髪がね長くて、ちょっとアイロンで前髪だけ巻きます。いいのかなこのままで。お話し会の時からねちょっと寝てるんで、寝てないけど寝てる。仮眠という名の睡眠をとった。萌えセリフはね、私のお店では扱っておりませんのですよ。このお店では萌えセリフというものは扱っておらなくてですね。じゃあぜひスクショしてこちらでこうやってるので、ここに自分で好きな文字を書いてください。はい、ハロウィン。いや、その猫もやりたいな。猫、猫やらない？猫やろうよ。え、アイライン大丈夫だよね。大丈夫か、大丈夫だよね。え、やらない方がいいのかな。え、やらない方がいいかもしれない。どうだと思う？なんかさ、やって変になったらさ、いやもう3秒で配信切りますよ。え、どうなんだろう。いや、どうな、どうしようどうしようどうしよう、え、どうしようどうしようどうしよう。だって傷メイクできないもん。傷メイクできるかな。傷メイク消せるのかな。いや、明日のさ1周年の特集の時に、いやだけちょっとヒゲのマークついてるみたいな、そんなサプライズみたいなこと起きないよね。よい、シールがねないんよね。ヤの持ってるシールがさ、ちょっと待ってよ。何持ってるっけ。ハートしかないです。ハート、ハートつける、ハートつけようか。近くに何でもありすぎやない。リキさん、ハートハートハート、ありがとう。18歳ですと飛んできました。18歳ですよ。え、18歳ですよね。私18歳です。いい感じになってきた。前髪がもう一回だけ、なんか前髪伸びてきてさ、なんかさ前髪を減らすか悩んでて、だからさ切れないよね。だからちょっと邪魔なのっていう話聞く？もう言ったけど。ストッパンさん、何だったっけ？ハートハートハート、ありがとう。好きなキャラクターありますか？サンリオとかだったら難しいな。何しようかな。キャラクター、ああ鬼滅のかなおちゃん。鬼滅です。じゃあ皆さん、今から私はハートになっていくので。あ、コギミン好きだ。コギミン、コギミン好き。こんばんは。ハンギョン好き。合ってるこれ。絶対違うよねこれ。絶対違うくない、これなんか違うよね。大丈夫これ、あれ全部つけようか。
大丈夫これ。オッケー、ここもできる、こことかもできる。はなっちさんハートありがとう。首筋かわいい。いて痛い。ちょっと見えなくない。わさとしさんハート、あきらさんいいね、くらまえさんハート、みんなハートいっぱいありがとう。どうしよう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 、これこれつけよう。いい感じ。あ、ツイッターはね、ハッシュタグヤーメールなんですよ。ハッシュタグヤーメール。ちょっとかゆくない、ちょっとムズムズする。あ、笑えない笑えない。多いかな、多くない、多い多い、今日か、本当かゆい、なんかゾワゾワする。あ、やだ、なんかゾワゾワするくない。え、やだ、結果そうだよね、やだしかつけてないもんね、そうだよね。あ、かゆい。ラッキーくんだよ、ハート。あ、髪の毛つけようよ。マッサッサさん、ハートありがとう。可愛くない？可愛い。お父さん可愛いよね。タキ君だよ。かぼちゃ。ダメだ。いい感じ？いい感じ？これ。天才じゃん。天才だよ。やすやさん、かわいい。くみまるさん、かわいい。ありがとう。ほっぺの横に一つだけつけといて、ここ。このナイスさん、かわいい。のぞみのぶさん、ハート、ハート、ありがとう、ハート、ありがとう。よい。どうしよう、どうしようかな。あ、そうだ。いいこと考えた。あれ？ちっちゃ。あれあれ。待って、ダメだ。あれ。ダメだ。おーおーおー、来た来た。オッケー、今日はこれ使おう。かわいい、かわいい、わからなくなってきた。よい。壁ここ、こんばんは。壁まではここです。ピョンってなってる。
大丈夫、今何時？よかった、メール送れる時間が過ぎちゃったら。いや今日3通ぐらいしか送ってないんですよ。あげる、どうぞ。ここで着替えてたらすごくない？このさ、はいどうぞってさみたいなできないけど。なる、なんか広、これ反対にしたら猫じゃない？ほら、キイちゃんが、キイちゃんを見せてあげようか。猫でした。今日は隣にキイちゃんがいるんです。あざとい大太郎さんかわいい、ありがとう。キイちゃんにゃんと遅れた。キイちゃん見せたらいいって福田さんが言ってた。あ、キイちゃん寝てる。キちゃんじゃあ写真撮って見せてあげる。あれ、キちゃんじゃない、シマだ。ちょっと待って、キちゃんじゃなかった、キちゃんじゃなかった、キちゃんだと思ってた。シマでした。ほらシマ、え、びっくりしたんだけど今。今だったごめん、めっちゃ間違えたんだけど、ごめん、めっちゃ間違えた。シマ、なんかキイちゃんは尻尾が鍵なんですよ。でシマは尻尾が長いんですよ。で尻尾が長かったからキイちゃんじゃなかっためっちゃキイちゃん見せてあげようかとか言ってたのにさシマでした、部屋にいたのは。なんかね、猫の尻尾がなんかね、めっちゃ似てんの。だからちょっと待ってよ、ペンどこやったっけ。柄全く一緒なんよ。こうのさ、なんかこんな感じになってるの、キイちゃん。こっちキイちゃんね、こっちシマで、こっちでした、さっき。そう、鍵しっぽダメだ死んじゃう、寒い、助けてなーん、いいよ見て、これいつ切るのって。リーさん回復薬、コロナ回復薬ありがとうあったかいものでも買ってこようか、本当に兄ちゃんの誰だったっけ、お兄ちゃんの誰だったっけじゃない、奥さんがねくれたんだけど、あのいつ着るんですかって言えないじゃんだからさいつ着るんですかとは言えないので「ありがとう」って言ったけどさ、誰だよね、いつ着るのこれ。お兄ちゃんもそうだよ、結婚してるよ。こんばんは、夏かな。そう、家には早いって。
お水がねここにはないんですよね。お水ない。マスカラ買った。そういえばのぞみのさハートありがとう。そういう髪の毛伸びたって錯覚症状起きてたけど全然伸びてなかったっていう話聞きますか。あ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。やだこれ跳ねてるんだけど。みんな本校見るの？上着着てほしい。上着着た方がいいかな。最初着てたやつですね。これゆなちゃんと一緒ない。本校絶対見んやよ。ゆなちゃんも持ってる。ゆなゆな。なんかちょっとクマみたいじゃない。クマみたいじゃない。そうたまたま一緒だった。ちょっとこれびっくりしたんだけど今あれ消えてない。髪の毛ついてるかもしれん。え、ついてますか。やだ。え、一個消えたくない。あれ消えたよね。どこ行ったんだよ。やだ。あ、やだ。1個、3個ありませんでした？2個しかないんだ。あ、いたいた。3個だったっけ。3個だったよね。3個。あんね。何の話したっけ。ハッシーさん、ハート。わかんねえって。エスエスかわいい。ありがとう。そう。あったかい。なんか猫みたい。やだやだって言ったよ今。え、言ってないよ。安田さん、キャンディー、マイピーさん、ハート、ありがとう。体温めると咳出るんだ。へえ。危な、言おうとした。なんかね、いや最後にハテナつけるの結構あるんよね。なんとかだったくないとか、なんかね語尾が上がるって言われる。ついてるさ、かぼちゃ、ありがとう。なんかさ、ハート、ありがとう。ダメだ。じゃあ今のコスプレは何にしよう。メイド、仕事終わりのメイドさんにしよう。ちょっとテロップ変えます。メイドさんコス。オッケー、ハッシーさん。かぼちゃ、ありがとう。マイピーさん、ハッピーハロウィン、ありがとう。お疲れ様でーす。ね、いや、バイトの時こんなだったよ。お疲れ様でーす。見て、メガネ壊しちゃったんや。
疲れ様でーすみたいな。お先に失礼します、お疲れ様でーすみたいな感じだった。焼肉。あ、今日あれもう今日あかり、あ、そうなんですよ、今日そう、もう上がっていいよって言われて、そうなんですよね、だから上がってます。そう、アイドルしてなかった、何になりたかった、何になりたかった、なんか和服とか着る人になりたかった。何個ぐらいバイトしてた、わかんない、めっちゃしてた、もう5個ぐらいしてたと思う、人生で、今の中で。日曜入れる、あ、ね、あのすいません、日曜日は、あの日曜日はなんか予定があるんですよ、だから日曜日は無理なんですけど、あ、その代わりに、その代わりにその次の日とかは全然入れるんですけど、日曜日は予定があるんですよね。コスプレできてる、お疲れ、ありがとう、お疲れ。本館見ますか、見ません。私わざわざ怖い思いをしません。そう、今日は早く上がっていいぞ。え、本当ですか、お疲れ様です、いやいやいや、え、いいんですかっていう。こんばんは、萌え台詞いつ言いますか、あ、もう仕事終わりなので。メイドもコスプレじゃないですよ、あの地味ハロウィンってやつ、仕事終わりのやつ。あ、いやもうね、怖い話好きだけど、そう、映像があるとやだな、音消してたら見れるよ、本コアとかも音を全部ゼロにしたら見れるけど、なんか音ありだと、音ありだから怖いんだよあれ。そう、だから音消してたらね、何も怖くないから。オムライスいくらですか、500円になります。そう、なんかさ、あれは好き、なんかその怖い話を朗読してくれる YouTube とかあるじゃないですか、ああいうのってみたいな音がないから、なんかただ淡々とその怖い話を読むだけみたいなのがあるから、そう。誰なんだろう、誰のかわかんない、誰だったっけ、なんかね、めっちゃ時々というか高校生の時に一時期怖い話聞くのめっちゃハマってて、謎にで夜に怖い話聞いて寝るみたいなのをルーティーンにしてたんですよ。でもまあ1週間ぐらいしかやらなかったけど。そう。なんかね、謎にその怖い話をね入れまくって、頭の中に、次の日深夜ちゃんにヒーローするみたいな。そうっていうのをやってた。なんか一回 YouTube でなんかで怖い話を見ようと思って見たの、たらなんかネタバレになるから怖いのそれ見ようと思ってたのにと思う方は耳を塞いでください、今すぐ塞ぎました、話しますよ。ちょっと話すよ、いくよ。なんか椅子がね揺れてんの、で椅子が揺れてて、で何この映像と思って、このカメラを携帯をこうやってなんかこうやって見てたら、
めっちゃこうやって近づけてみたの。何どういうこと、何が怖いのみたいなって、こうやって見たよね。こうやって近くで見た瞬間にもう画面に向かってくる、なんかバー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 みたいな感じで画面に向かってくるお化けがいて、携帯ぶん投げました。携帯もバーってやって、何みたいな。なんてだから調べてみてほしい。なんて調べて出てくるのか分かんないんだけど、なんか関連かなんかで出たんですよ。でなんかさ、それずっと揺れてんのよ。だから何もないの、ただの椅子がずっと揺れてるだけであって、だから何もないからさ、何もないじゃんと思ってこうやって近くで見たよね。ただもうバーバーバーって来るから、もうみたいな感じで、そう怖かった。流行ってた、いや全然知らなかったね流行ってたの。そう急に脅かしてくる系は無理かもしれん。スマホでこれだったんですよ。でもね大丈夫。なんかさ、これ使ってたんよね昔。なんか違和感がすごいよね。ついてるしよ。急にウォーリーを探さないで、え気になる、ウォーリーを探さないで、怖そうだもんもうその時点で。ウォーリーって探すものでしょって。ダメだ、あ椅子出てきた、めっちゃ怖いよ。咳止まらんね、薬を飲めば治るので大丈夫だよ、薬を飲めば治るので。気管弱いのね、ちょっとだけ。タムタムさん、ハッピーハロウィン、リーさん回復薬ありがとう。タムタムさん、お菓子ありがとう。あ、かぼちゃありがとう。薬、あれこれこんなんだったっけ、なんか違くない。このままさ、かわいい、あちょっとかわいい、ありがとう。大丈夫だよ、みんなそんな心配しないで、みんな心配しないで、大丈夫だよ。トポンさんかわいい、ありがとう。ダダさんかわいい、みんなダメだよ、心配しなきゃダメだよ、心配したら負けです。とてたらさん、かわいい、ありがとう。100点ダメだ、どこやったっけ、紙ゴム。でも薬持ってるんですよ。どこだったか忘れちゃったけど、あれちょっと忘れちゃった。ナナさん回復薬ありがとう。フーカ回復薬ありがとう。飲むやつじゃないんよね。あさとしさんかわいい、塗らない塗らない。何南天の喉飴、南天の喉飴久しぶりに来ました、ありがとう。こんばんは、お、こんばんは、ももかさんハート
ただのピンクのさモコモコ着た人みたいな。お話し会で消えたらよかったけどね。でもね、お話し会はね限られた人しか見れないのであれだよ。ショールームでいいんだよ。ドリタロさんかわいい、ありがとう。アイドル感満載。ほんと？桃のピューレ、何よ何それ。なんかさ、あと ありがとう、リーさん尊い、ストポンさんかわいい、ありがとう。虫ハート全然してないからさ、しないとね。このさんあとありがとう。今日ね鬼滅のグッズを買いに行こうと思ったんですよ。めっちゃ話変えるね。ハロウィンとか何も関係ない、もうお話し会すらも関係ないんだけど、今日鬼滅のグッズを買いに行こうと思って行ったの。いろいろね見たらね、なんか私の推しはねかなおちゃんっていう、ここのこっち結びだけの子がいるんだけど、その子がね欲しくて行ったのに、その子全然ねグッズが残ったんですよ。悲しくない？あみちゃんハートありがとう。メール取るのでぜひ、そうだ明日も送ろう。鬼滅のウェハースはねなんかちっちゃくなってるから悩んでる、買わないかなって思ってる。かなおちゃんこんなんなんですよ。こんなんにここにね蝶々つけてんの。いつかかなおちゃんのコスプレがしたいです。著作権が大丈夫はないかもしれないから。大丈夫はないそうじゃない。大丈夫なのかな。できることならやりたいんですよね。そう、なんかハマっちゃった。将来の夢はかなおちゃんです。今から映画見て次に漫画読む。そう、映画いつ行こうかなって悩んでる。ダメなのかな、かなおちゃんならなんかさ黒髪だし、なんかさりげなくバレないとか言っちゃいけないけどさ。そう、中広かなおになりたいんですよ。カピバラさん花束ありがとう。そう、映画は今週来週までには行きたいなって思ってる。あアナちゃんも見たいって言ってたの本当に。いやアナちゃん大好きすぎん。ゆうちゃんこんばんは。アンナって呼ぶにはまだ私には時間が必要でございます。でもさ泣いちゃうからさ見れなくない？恥ずかしい。アンナちゃんにめっちゃだから見せたくない。そう。恋の呼吸だ、恋の呼吸。
そう泣かないなんかハッピーな映画は全然誰とでも見ていいんだけど、泣いちゃうのはなんか恥ずかしいよね。そう。そう呼吸をねしたらね。いいらしいよ。アニメ全部見終えた。だから次映画で次にあれ君の名はまだ見たことないんですよ。そろそろ見よう。そろそろ見よう。ルカさんハッピーハロウィン。ありがとう。アニメ最強だった。ライトさんかぼちゃありがとう。オンラインありがとう、うん、もういや鬼滅の話しかできないぐらい鬼滅です。頭の中は鬼滅。そうこんばんは。映画予約制なの？嘘嘘。いつ行こう。再来週かな、再来週かな。キョンシーいつか来たかった。また話変えてる。あもう1時間も気づかなかった。そうハマりました。予約なんだ。キョンシーいっぱいいたよね。キョンシー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 って感じだった。しげさん、かわいい。ありがとう。キョンシー行きたい。妹もキョンシー行きたいって言ってた。寒いね。どうしよう。55分ぐらいにランキング読もう。のどいて。こうやったらかのちゃん怒られちゃう。お、えりこさんお菓子ありがとう。もし明日ガラガラなってたらやだ。ももかさんかぼちゃありがとう。写真いっぱい撮ろう。後でいやみんなみんな優しい。ありがとう。どうしようかで引いたら怖いな。蜂蜜飲もう。飲まないけどポッカレモンみたいな。 D さん回復薬ありがとう。そう龍角さんめっちゃ嫌いなんよね。めっちゃ嫌い。あれ美味しくない。ノブさんキャンディーありがとう。トポンさん回復薬、トトイタロウさん回復薬、ダダダさん回復薬ありがとう。今日のメイク何か違わないと思う。眉毛がちょっと濃いぐらいかな、いつもより。気づいてたら濃かった。
マヌカハニーはなんかね美味しかった気がする。どうだったっけ、なんかねめっちゃ勧められたんですよ、しんえちゃんに。もうこれは本当にのど飴の中で世界一美味しいみたいな感じで言ってた。そう、のぶしさんキャンディーありがとうなんかお水も何かを勧められた、もうこのお水が一番美味しいからみたいな感じでめちゃめちゃ勧められました。似てるんかな、なんか似てない、なんかめっちゃ似てるんだけど、なんかすごいいいのがねあったらすぐにね2人とももう押しまくるの、それをもうこれが本当にいいからみたいな。そうMK39 さん、かぼちゃありがとう。そう、マヌカハニーは美味しくなかったんだっけ、どうだったっけ、なんかねいろいろ勧められたんよね。こんばんはみんな。最後につけとこ、人間観察、人間観察楽しいよね。でも人間観察好き。喉を治すことに全集中しましょう。今から私はメールを送ります。まだまだ来るので皆さん、そうだね、明日からもね、明日にもメイド服送る、ちょうどいいね明日からって、明日だって1日だからあ、休憩だった、休憩でした、休憩、はい、休憩終わり、休憩終わりなので行きましょう私、まさとしさん可愛い、ありがとうじゃあね、3バージョンぐらい送ります。ツインテールとハーフツインとノーマルおろしのメールが、ん、メイドが来るかな来ないかなって感じで、ももかさん、かぼちゃありがとうということで今からもね、あともうちょっと来るので、またランキング読もうぜ。ももかさんかぼちゃありがとう。妹に撮ってもらう、今日自分で撮らないですということで、ランキング見ましょう。早いかなそう、ちょっと喉の限界が来そうですちょっと痛い、ごめんね、ごめんね、ごめんね喉が、レシさんありがとう、ありがとうどうしよう、声が出ない前に直すんだよ、声が出なくなったら負けだから、前こんな声が出なかったのでということで、ランキング読もうぜ。ハッピーハロウィン、あの声が出ないのはね年に1回ぐらいあるので、多分来年もあります、来年も全然あります、多分声が出ない日が1日は1日2日続く日が年に1回訪れるので、そう来年も絶対来ると思う。
そう高校生の時もねすごかったんですよ声がね2日出ないみたいな。そう、ガラガラとかなんかどっから声で出してんのみたいな声の日が多分ね年に1回ぐらいはある、確実にそう、喉がね、気管がねちょっとね弱いんだよね。そうだから気をつけようと思ってということでランキング見ましょう。マスクして寝れたらね寝にくいの、やってみたんだけど、そうそう、ということでってもう3回ぐらいということでって言ってるということでした。ランキングやもん。13位、しんいちさんありがとうございます。12位、はじりこさんありがとうございます。11位、りゅうへいさんありがとうございます。10位、ほみさんありがとうございます。9位、だだださんありがとうございます。8位、じゃのらんにかさんありがとうございます。7位、コタロウさんありがとうございます。6位、心のアシスさんありがとうございます。5位、ふうくんありがとうございます。4位、あっちゃさんありがとうございます。3位、りゅういちさんありがとうございます。2位、やすべえさんありがとうございます。1位、今日はハロウィンだから、もう決めてる。ストポンさんありがとう。お化けです。うまい、ありがとうございましたやだ、本校見よっかな、やだ見ない、どっちやねんってなるけど、ありがとうございました。結局コスプレするっていうねメールでまた送りますおやすみ、またね。ありがとう。